にちは、浅山かえ子です。ホームページやブログ、 SNS って今やってる人ってほとんどものすごく多いと思うんです。多分 90% 以上の方がやってると思うんですけど、実はどれだけの方が活かしきれてるんでしょうか。私はホームページのコンサルタント、ブログや SNS をどうビジネスに活かすかっていう、そんな話をさせていただいてるんです。その依頼をしに来る方の 99% の方が実はあることに気づいてないんです。それが何かっていうと、ブログやホームページを使ったらお金が入る、もう作っただけで集客ができるって思われてる方って非常に多いんですが、実は集客しようとしている方ほどお金につながらないんです。なぜなら今の時代、ブログをやってると、ホームページをやってると、 SNS を活用している人なんて当たり前なんです。その人たちと同じように自分も集客しよう集客しようってがっつり来るとどうですか。一度想像してみてください。いきなり家にピンポーンって来て、いや布団買ってくださいって、この布団いいんですいいんですいいんですって、布団のいいところばっかりアピールされたら、これ引きませんか。何言ってんの、なんか怪しい怪しいってなりませんか。なのにブログやホームページ、 SNS でこれいいんだよとか、自分こんなことものすごいやってるんだよとかって、ものすごいアピールをする方が非常に多いんです。だけど今の時代、ブログやホームページ、 SNS はもちろんなんですけど、集客せずにして集客する、これが非常に大事なポイントなんです。そして1日や2日、1回2回3回、まあ10回とかやっただけではそんなわからないんです。ブログもホームページも SNS も全てに共通して、 YouTube もそうですけど、こんな動画配信も全てに共通して言えることが、筋トレと同じだっていうことなんです。わかりますか。筋トレってやったからって言ってすぐに筋肉つくわけじゃないですよね。それと同じように、ブログもホームページも SNS も全てやったからってすぐに成果が出るわけじゃないんです。本当に必要なことっていうのは、どうやったらいいのか、まあ、さっき言った集客せずに集客するにはどうやったらいいのか、その正しいやり方をやって知って継続していくこと、それが非常に大事なことなんです。私の仕事はその筋トレを、正しい筋トレのやり方をお伝えする、それが私の仕事になってます。どうやってブログを活かしたらいいんだろう、ホームページを24時間の働く営業マンにしたいんだよ、 SNS でもっと反応が出るようにしたいんだよって、そういう悩んでいる方はぜひ相談に来てください。ブログやホームページ、 SNS、 正しいやり方で正しい集客方法を知りたい方はぜひ浅山かえ子で検索してみてください。私が無料で提供している YouTube のノウハウ、ブログのノウハウ、 Facebook、 いろんなものができてきます。まずはそれを見てみてください。もちろんメルマガとかでも無料でね、やり方を配信してますので、浅山かえ子で検索してみてください。